ヤッホー皆さんこんにちは、中林子でーす。皆様こんにちは、大工さんスタイルでこんばんは、こんにちはということでですね、私は今撮影から帰ってきましてですね、午後11時30分を回りました。ちなみにですね、本当に明日の夕方の便でアメリカに行かなきゃいけないんでございます。準備期間っていうものが本当にね、0日期間になってしまったのでですね、今からですね夜中に大改造劇的ビフォーアフターみたいな感じでですね、私ネイルと髪の毛を同時にこの真夜中にやってもらうっていうね、セレブセットをちょっとねやりに行きたいと思いますので、とりあえずですね、ナスちゃんのとこにタクシーをかっ飛ばして、ちょっとこの見てください、普通の何ヶ月この髪でいたよって話を、できればこういう髪型でいたくないんだけども、こういう髪型にせざるを得ないみたいな感じの女優業でございまして、本当にね、私のねストレスの原因なの、この髪の毛普通のやつが。それをね、大至急解消しに行こうじゃないかっていう、普通のただの Vlog ですね。だけどですね、私パッキングが終わってないんですよ、明日アメリカに行くっていうのに。あとトランク3つあるんだけど、3つともすっからかんで、中身になんかちゃんと詰めれてなくて、ちょっと見る、こういう感じで出しているんだけども、全く終わってないんです、荷造りが。だけど荷造りの前に自分のヘアスタイルだったりネイルだったり、ちょっとギャルマインドみたいな感じで、アメリカに行く前にちょっとそれは確実にやっておかなきゃいけない、自分の髪を変えないと私は出国できないということでですね、髪の毛をヘアチェンジしに行きたいと思います。いやー、至れり尽くせりセットが用意されておりましたので今着きました。こんにちは、いつもなっちゃんのネイルをやってるゆかさんです。よろしくお願いします。マジでさ、わがままな芸能人みたいな感じでさ、急遽だよね、マジで。本当にすいませんね、マジでこんな夜中にごめんなさい、全部あのタクシー代お支払いする請求してください。すごい至れり尽くせり。今日のおすすめのテーマはですね、キャラクター渋滞ということで、可愛いものをいっぱい載せようと思って。集めますか。てかさ、もうなっちゃんおかしいよねこれ。え、見ちゃった。何これすごいんだけど、ピンパンサーとか懐かしくない？え、これもほら見て、カービィとか。え、ポチャッコがいる。かわいいよ、すごいです、全部乗せちゃって。長くはない、うん、そこまで長くはもりもりしてるから長く見えるんだよ絶対。髪が絡まりまくって全然仕事になってる。本当にベースとかはラメにして、はい、カーブいっぱいつけます。そうですね、そうですね。でも髪赤にするからさ、結構赤に負けないくらいのラメにした方がいい。そうだね、ギラギラで、ギラギラ。ちなみに髪の毛赤にするんです、ご存知なかったかもしれないです皆様。普通に見てる人、え、あ、赤って感じ。もうてっぺん回ってます。そうですよ、今日朝私5時出勤でございまして。寝た？寝てないよ。はい、だから私飛行機でガチ寝スタイルだもん多分絶対。それがいい。でもさ、トカゲ先生と同行するじゃん私は。さすがにさ、子供差し置いてずっと親寝てたらちょっとヤバくない？CA さんとさイチャイチャしてたらどうするの？マジで。おいって感じじゃん。いつもお店で やられてるんですよね。そう、一人やってるんだよ。え、一人でやってるんですか？うちでプライベートサロン。おお。だってなんだって関西出身ですよ。関西弁？関西弁。え、大阪？大阪弁。大阪っぽくないですね。でも本当ですか？見た目が。でなんかめっちゃ言われます。まあ、あんまさ強めじゃない。強めじゃないから東京かなと思った。お願いします、ブリーチしていきます。あー、塗ってる塗ってる、もう容赦なく塗るよね、うん、女優よ一応私。だけの皮を剥がして。本性はこれからだ。これから朝なんだ。
アース待って、アースはシルバーなんだけど、アリエルよ、私は。ごめんけど。っていうか、本当になって、今日の今日ですもんね。はい、マジでどうでも行きます。マジですか。いや、でも本当に、ナスちゃんから今日昼さ、メールが入ってて、私ずっと、もう無理だった。そう、無理だと思って、今日朝から、しかもさ、泣きの芝居だったわけ。え、なんでなんで、え、なんで、ずっと絶対メールのこと考えてたでしょ。そうだよ、メールできない。それでさ、なっちゃんからそんな強化した、うん、一緒に施術できるからって言ってくれた瞬間の爆上がりやけんしょ。この瞬間が一番好き。輝いてる、一番輝いてるよね、私。でもさっきさ、旦那にさ、で、今からなっちゃんのとこみたいな感じだったから、そうだよ、やるねみたいな感じだったわけ。それでさ、それがいいよね、そのそうそうそう、それでさ、この人すごいなこの旦那とか思ってさ、奥さんがさ、夜中のさ12時にさ髪の毛赤くしてくるとか言ってさ、やばいよね。理解しすぎ、理解しすぎてって多分。それでね、質問したの、え、私ってさ、キュートかな、クールかな、セクシーかな、え、その3択だったらどれって言ったの。え、キュートじゃんって言ったの。ねえ、のろけてる、無理、ね、のろけてるじゃなくて、でもさ、私さ、今こうブリーチで結構さ、バキバキ塗ってんじゃん、どうする。なんかさ、あとワンカットここが取れてなかったですとか言われたらさ、え、終わりだよね、これも完全に。もう、死んだせてしょ。うーわ、すごいよ。現在の時刻は1時33分。楽しくなってきたって。もう私がさっきさ、シャンプーしてる時です、半分もうなんかあちらの世界にね行ってしまいそうだったわけだけど、ナスちゃんが、あのさ、ネオンのラメとかある、それ塗って、急に私の爪で遊び出してた。ナスさんどうですか。え、いいと思う。ねえ、いいと思う。私の爪なんだけど。もうさ、塗ってこの時ねえ、大丈夫、絶対可愛いから。可愛いのは分かるけどさ、見せた、影にして、派手にして大丈夫です。ほら、皆さん、セレクトしましたよ。あ、もう見せられない。私はここから髪の毛を、かわいいじゃん。ちょっと待って待って、びっくりした、びっくりしたよ。ほら、ね、でしょ、ね、好きでしょ、まあ、好きだけど。一本一本色変えていいです。いいよ、いいよ。かわいい。静かになったら絶対一瞬で寝るんだけど、たぶん。あれ、起きて。じゃあ、なんかしよう、しりとりする。なんで。また塗るよ。皆さん、見てください、血の海。もうあれじゃん、なんかユッケじゃんだっけ、なんだっけ、コチュジャン、コチュジャン。見えなくなった。見えないじゃん、これ。ラメの意味、ラメの意味、本当に大丈夫、これ大丈夫だよ。生活に支障はつけた、出る、わ、出るじゃないよ。一番に何つけたんですか。ポチャッコつけます。ポチャッコですかね。キティもキティ大好きだからね。変な色の、そうですね、具合悪そうなキティがいい。スリルで金色に、そうですね。かわいい。かわいいじゃん。やばい。ちょっと待って。ね、言ってよ、塗ってんの。ちょっと待って。今すごい知らない間に塗られてたんだけど。すごいじゃん、これもう完全にマクドナルドの赤じゃん。チェリーいきますね。チェリーもいいですね。かわいい。え、これさ、私相当さ、乗せてるけど大丈夫？やってみよ、人生。ね、もうさ、アメリカに何個落としてくるかな、これ。でも、パーツは落ちない、絶対落ちない。そうなの、うん、なんかでかいパーツつけて取れたお客さん今までいない。人差し指とかちょっと薄めにして、そうですね、ぜひ2個、2個だよ、じゃないって。何かと合わせますか。何かと合わせよ。すげえ赤、最高、最高、何最高。え、本当にさ、これやばくない。見て、いますこういう人。あ、います、います。マジで、うん、普通に生活してる。普通にしてます。なんか慣れてくるらしいですね。そうなの、うん、
こっちのオランジか。でもそのでかいキティちゃんに行かなきゃいけない。キモマイメロンみたいなのもいい。めちゃうまいね。かわいい。決めました。目立っちゃうの、空港で。目立つでしょ。カービィかわいい。そのカービィのところは2個も置かれる。カービィとなんかハートを一緒にする。でもそのヤバいキティもかわいい。ヤバいキティ。うん、かわいい。じゃあ、キティの中にハーブに一つだし、うん、いい。お茶っこどうしますか？お茶っこは絶対つけたい。うん、うん、やばい、やばい。これでもお茶っこいい。こっちでもう、うん、キャラみたいな。すごいじゃんよ。いいですねってさ、みんなみんな私の爪だからって言っていきますよ。はい、やばい、この私の爪がねえ、ちょっとこれ本当にさ、これ夜中のテンションだからね。めっちゃ可愛いんだけどさ、大人気で、うん、すげえ、もう爪じゃないじゃん、もう。はい、コーティングお願いします。ガチガチに入ってるわ。入ってるどころかもう取り戻せない。明日すっごい全部冷静になった時に超面白そうだね。え絶対アメリカでこれうわーって言われるじゃん。絡まれんじゃん。かわいいね。リサさんって寝る時さ、うん、もう急に寝るよ。急に寝るよ。電池が切れたって、ね、それでまた急に喋る。そう。ただいまですね、私眠すぎて今立って施術をしてるんですね。本当申し訳ない、来てもらったのに。こんなガチガチに、これガチガチですね。ガチガチです。これは取れない。うん、取れてるやつも取れない。やだうわ、できたー、すごいね。こっちもすごいね。かわいいけど、ハーブちょっと下身につけた、はい、先端はちょっと使いやすいかもしれない。ありがとうございます。できたー、見てー、かわいい。爪じゃないみたい。これ一気に目が覚めるわ。これかわいい、かわいい。ありがとうございます。ただいまお家に帰ってきて間もなく3時41分になりました。もう本当にさっきは赤鬼が急に貞子になっちゃったのかみたいな感じでですね、すごくちょっと衝撃的映像が撮れてたと思うんですけども、ちょっと中里依紗先生お疲れのようでしたね。やっぱり見て、真夜中に私はこんなことになっちゃったの。しかも私は事務所に行ってません。こうやってなるっていうことは、だって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 しょうがないじゃん。ある移動とでもいろいろさ、お仕事があるしさ、これはとりあえずお仕事一環としてやっているので遊びではございません。あとこの爪もお仕事の一環ですね。でこちらもお仕事の一環です。はい、マジさっきサロンでさ、最逆にもう眠くてマジで失礼なことしたと思うんだけど、みんなをこう盛り上げてあげれなくて、もっとちょっと今から大至急、まだ荷造りしてなかったからちょっとだけ目覚めたからやろうと思います。ということで今日の動画を見てくださって本当にありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムとツイッターもやっておりますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。そしてグッドボタンもれいちゃんがいない、お願いします。ということでですね、皆さんまた次の動画でお会いしましょう。中里依紗でした。ひなちゃんでした。ひな子見て、赤鬼好き、逃げないで。ということでバイバーイ。